勝利木松太郎、勝利木松太郎、使用力松太郎、1885年、明治18年4月11日1969年、昭和44年10月9日は、日本の内務官僚、実業家、政治家、読売新聞社社主らを歴任。遺械君党は、ジュニー、君位党、富山県高岡市の名誉市民であり、京成電鉄 OB でもある。 読売新聞社の経営者として、同新聞の部数拡大に成功し、読売中高の祖として、大小力と呼ばれる。日本におけるそれぞれの導入を強力に推進したことで、プロ野球の父、テレビ放送の父、原子力の父とも呼ばれる。東京帝国大学法科大学卒で、内務省に入省。警視庁刑務部長の時虎ノ門事件が発生し、経営責任者として、 警視総監の湯浅倉平と共に懲戒面官となった。翌年、経営難で不審の読売新聞を買い受けて社長に就任し、新聞会に転じた。以後、政財界に影響力を拡大。1940年、昭和15年の開戦時は、大政翼3回総務であったために、永久戦犯の第三次戦犯名となり、逮捕されたが、 起訴はされず、菅プリズン収容者のの一人となった。このたた。こめしばらく公職追放処分を受けた戦後は、MLB 選手を日本に招兵して、日米野球を興行するなど野球界で尽力したが、一方で長期にわたる、アメリカ中央情報局、CIA への協力、非公式の工作活動を行っていたことが、アメリカで保管されている、公文書により判明している。 また、自由民主党総裁の座も狙っており、渡辺恒夫を参謀の中曽根康弘との連絡役にしていた。駒沢大学が上祖師ヶ谷グラウンド野球部合宿所、駒沢大学球場を購入する際に尽力したことを検証して、駒沢大学の開校80周年、1962年の式典において、最初の名誉博士号が授与された。 警視庁官房主事として1923年、大正12年6月の日本共産党に対する大規模な一斉取締り、第一次や特別高等警察などにも関わり、同年9月に発生した関東大震災の際、社会主義者の扇動による暴動に備えるための警戒、取締りを指揮した。その際、朝鮮人の暴動説を新聞記者を通じてルフさせ、 関東大震災朝鮮人虐殺事件の一員を作った。直後、刑務部長となるが、摂政具狙撃事件、虎ノ門事件の責任を問われ、懲戒面関となる。御社により懲戒処分を取り消されたものの、寛会への復帰は志さなかった。刑事畑においては、後に、高賀三郎が、長谷倉事件の題名で小説化した事件の捜査に当たり、 東大同創生が犯した鈴弁殺し事件においては、自主を仲介した。1924年、大正13年、番長会グループである、合生の助、藤原銀次郎ら財界人の圧戦と、帝都復興委員総裁だった、後藤新平の資金援助により、経営不信であった読売新聞社、後の読売新聞東京本社経営権を買収し、社長に就任した。勝利は、 自社主催のイベントや、ラジオ面、地域版の創設や、日曜日の夕刊発行などにより、部数を伸ばした。戦前は、放置新聞社の販売局長だった、武体三つ王勝力が誘って読売へ移籍させ、大阪資本の東京朝日新聞、東京日日新聞などと販売競争で競い合った。そして、読売新聞の全国進出を狙って、九州日報など、 日本各地の地方紙を買収して、経営参加に成功するも、新聞統制によって、計画は頓挫した。戦後、読売新聞の全国紙計画が本格化し、1952年、昭和27年に、大阪読売新聞社、後の読売新聞大阪本社を、設立、念願の西日本進出を果たした。以後、札幌都省力のお膝元である、 高岡市にも東京直轄による発行支社を設置し、1964年、昭和39年、勝力の長年の懸案だった九州に、読売新聞西部本社を設立、一部六市に過ぎなかった読売新聞を、勝力、無体との二人三脚で、朝日、毎日と肩を並べる、全国紙に発展させた。1934年、昭和9年、ベブルース、 ルーゲーリグラが参加した大リーグ選抜チームを招平した。当時アマチュア野球しか存在しなかった日本側でも全日本チームが結成された。後に同チームを基礎として大日本東京野球クラブ、後の読売ジャイアンツが創設され、1936年、昭和11年の第1回職業野球日本リーグに参加した。勝力は 京都商業から慶応義塾大学への進学が決まっていた沢村英二を一生面倒を見ると時き伏せて入団させたが実際には二度の王将長兵も沢村が中学卒であったことが要因で肩を書いた沢村を解雇しているまた沢村を中退させたのと同様の手口でビクトルスタルヒンを退学させてチームに入れるため旭川にスカウトを送るものの 地元のスターを引き抜かれることに、旭川市民と学校側は抵抗した。旭川中学校を甲子園へ出場させるという願いを持っていた、スタルヒン本人にとっては苦渋の決断であったが、家庭の経済事情に加え、さらには亡命者であるだけに断れば、家族全員国外追放、すなわちソビート連邦への強制送還とする可能性を、 ほのめかされたという事情もあり、断るわけにもいかず、旭川中央中退。後ろ髪を惹かれる思いで母と共に上京した。クラスメートには、一切事情を知らせないまま、夜逃げをするように列車に乗ったという。汽笛が、行くなぁ。という仲間たちの叫びに聞こえた、と、後年妻に語っている。中学中退と全日本チーム、そして、巨人入団への背後には、 日米戦を主催していた読売新聞オーナー、勝利期松太郎の意思があり、スタルヒンがこれに従わねばならなかったのは、読売買収以前は、警視庁の実力者だった勝利期が、父の犯罪歴を盾に、日本国籍のないスタルヒン一家を同喝したからである。と作家の佐野真一は、著書の中で断言している。勝利期は、最初期と戦後の一時期を除いて、 読売ジャイアンツのオーナーを務め、また、菅もプリズンから釈放後の一時期、職業野球連盟の総裁、今でいうコミッショナーに就任した。このような勝力の業績をたたい1959年、野球殿堂入り、また日本プロ野球界に貢献した関係者を対象に、毎年、勝力松太郎賞が贈られている。戦後、読売新聞を離れていた時期には、 毎日新聞と接触して、毎日のプロ野球参加と将来の2リーグ成功を画策した。この時読売側は、毎日の加入に反対し、最終的にセ、セリーグとパリーグに分かれることになる。ちなみに、勝力自身としては、当面1リーグ10球団で運営し、その後に球団を追加してから、読売、毎日がそれぞれ所属するリーグを立ち上げ、構想であったが、 日本プロ野球が実際にリーグに分かれた際、読売、読売ジャイアンツはセリーグ、毎日、毎日、オリオンズはパリーグの所属となった。1935年、昭和10年、本社玄関前で暴漢に、左警部を切りつけられ、重傷を負った。直接の実行犯の長崎勝介は、武審会の構成員、元、警視庁巡査。取調べに対して、 犯行に及んだ理由として、読売新聞が天皇機関説を指示したこと、勝利機が大リーグを招平し、神宮球場を使用し、神域を怪我したことなどを挙げた。だが、捜査、後半の進行により、競合他社東京日日新聞の幹部による指示があったとされた。1952年、昭和27年7月31日、勝利機が電波管理委員会へ、 免許出願していた日本テレビ放送網以下、日テレに日本のテレビジョン放送局としては初となる予備免許が交付された。日テレは当初、東京を本部として札幌市から鹿児島市まで日本各地に支局を置き、日本全国をカバーする構想だった。しかし、単一資本による複数件にまたがる放送はメディアの過線となり好ましくないという優勢賞。 当時の見解により、やむなく関東地方のローカル局として開局せざるを得なくなることとなった。当時の日テレの放送機材は、アメリカ合衆国からの輸入に頼っており、機材の搬入が予定より大幅に遅れたことから、日テレより後に予備免許が降りたものの、ほとんどの機材を国産品とした日本放送協会、NHK が1953年、 昭和28年2月1日に東京で日本初のテレビジョン放送、後の NHK 総合テレビジョンを開始することになった。同年5月15日、ワシントンのショーラムホテルへ日本の政府、議会、軍、航空の関係者を集め、勝利機を事業主とするテレビを含む国際通信のためのリレー網計画の説明会が行われた。 ユニテル DMO はテレビにとどまらないマルチメディア事業であり、勝力の懐刀、な、柴田秀俊も、日テレ代表として列席した。説明会を企画した人物の出身は大別して、元オース、米軍戦略情報局局,局員か、アメリカ中央情報局、CIA スタッフか、ジャパンロビーかであった。そして、NHK より半年遅れの8月28日に、日テレは、 日本初の民間放送によるテレビジョン放送を開始、勝利期は日テレの初代社長に就任した。日テレは民間放送であることからコマーシャルを収入源としている。テレビジョン放送開始当時のテレビ受蔵機は庶民にとって高値の花だったことから、勝利期はテレビ受蔵機の普及促進と各企業からのスポンサー獲得のため東京都内を中心とした繁華街。 主要鉄道駅、百貨店、公園など人の集まる場所に街頭テレビを常設し、一般家庭へのテレビの普及に全力を注いだ。その結果、力道山などが活躍したプロレスをはじめとしたスポーツ中継では、街頭テレビの監修が殺到し、スポンサーの説得も功を奏して日テレは、開局から年経って、黒字化を達成した。1958年、 昭和33年10月、東京のテレビ電波塔、東京タワーが完成し、NHK や在京大きい局各局は、東京タワーに、機関送信書を置いたが、勝利機は日テレのみ、東京タワーへの送信書移転を拒否し、麹町本社鉄塔からの送信を続けた。そして、東京、新宿に高さ550メートルの電波塔、勝利機タワーの建設を、構想。 1968年、昭和43年に、非公式が行われるも、勝力の死で実現しなかった。勝力タワーの建設予定地だった場所には、日テレの子会社である、日本テレビサービスが、日本テレビゴルフガーデンを建設したが、1997年12月、社有地が売却され、2012年4月に、新宿イーストサイドスクエアが建築されている。そして、 勝利期の死後の1970年昭和45年11月10日に日テレも機関送信書を東京タワーに移転た。早稲田大学教授の有馬哲夫が週刊新潮2006年2月16日号で勝利期が先般不起訴で菅もプリズン出国後に中央情報局 CIA の非公然の工作に協力していたことをアメリカ国立公文書記録管理局よって公開された外交文書メリーランド州の同局審館に保管されているをもとに明らかにし反響を呼んだ。アリマは日テレと CIA の関連年表も作成しており、その中でアメリカ大日協議会の面々を登場させ、日テレとの密接な関係をえぐり出している。 米国中央情報局は、旧ソ連との冷戦体制の中、日本に原子力を輸出するために、クマキャシュアという作戦名の心理戦を繰り広げ、日本国民の原子力に対する恐怖心を取り除く、よう、読売新聞率いる勝利期のメディア力を利用した。アメリカ政府は、CIA 諜報部員ダニエル・スタンレー・ワトソン、ダニエル・スタンレイワトソン、後に、ハットリ・チエコの娘、 茂子と結婚し、東南アジア、メキシコで、スパイ任務に当たったお日本へ派遣し、米国のプロパガンダ、平和のための原子力を大衆に浸透させるため、勝力と親しい柴田秀俊と接触した。日本へのテレビ放送の導入と原子力発電の導入について、勝力は CIA と利害が一致していたので協力し合うことになった。その結果、勝力の個人コードネームとして、 パダム、A、我、ツーフォース及び、ポジャポート -1 が与えられ、組織としての読売新聞社、そして日本テレビ放送網を示すコードネームは、パダルトンと付けられ、この2社を通じて、日本政界に介入する計画が、オペレーションパダルトンと呼ばれた。これらの件に関する大量のファイルが、アメリカ国立第二公文書館に残ることになった。 アメリカ国立公文書レコーズラレイティングツーザーサイカロジェクレストラタジーボードワーキングファイルズ1951から53勝力と共に日本のテレビ放送導入に関わった柴田秀俊氏はポホールドというコードネームを与えられた CIA に勝力を推薦したのは上院議員カールムントであるとベンジャミンフルフォードは主張しているなお CIA は 勝力は思いのままに操れるような人間ではなく、気をつけないと知らないうちに自分たちを利用しかねない人間だったと評価している。勝力は読売ジャイアンツに対して巨人軍検証とも呼ばれる威訓を残している。威訓は以下の三つ。もともと一階の庶民の出だった勝力家が富山県伊水市屈指の名家として名を成したのは松太郎の祖父の勝助がこの地に たびたび最悪をもたらした、小川の反乱を防いだ孔による。江戸開栄年間、1848年から1854年に昭助の発案になる鉄の金輪は、河川の氾濫で流れた、古橋の孔を抜くための道具として、託行を発した。この孔により、昭助は、武行から、苗字立て脇を許された。勝利期という姓は、この金輪に命名された勝利期限から始まっている。 勝利危機が土剣受けようとして代を成したのはそれからだった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。